5月27日松山市山西町の新田星雲中等教育学校でアメリカサクラメント市のマックラチ高校で行われている姉妹校提携調印式の様子が生中継されました。新田星雲中等教育学校とサクラメント市マックラチ高校は2014年から継続して交流を深めています。 この日は桜メ都市真っ暗地位高校を訪問している野志市長のほか、25人の松山からの代表団が、式に臨む様子がインターネットを通じて生中継されました。また、調印式の様子のほか、野志市長が桜メ都市の新市長を表敬訪問した様子や、記念植樹式の様子も放送され、松山にいる生徒たちは海を越えた交流の様子に釘付けになっていました。 クラチ高校との調印式の生中継、ご覧になられて、いかがでしたか、えっと、こっちはすごく緊張してたんですけど、向こうはもう楽しそうな雰囲気で、こっちももっと楽しそうな雰囲気で、答えられたた。なと思いました <laughs> やっぱこれからの社会は、なんか英語力が必要になってくるなと、やっぱ強く感じました。はい、特に若い子たちが、えー 国際交流をするとといいうことは非常に意義が高いものだ、と思っておりますまた英語圏のサクラメントと交流ができるということはこちらの学生にとってもいいですし逆に今回マッカーチー高校は日本語を勉強しておりますので双方にとってメリットがあると思います。 やはりあの生中継することによって同年代の交流がすぐ行えるというメリットがあります、まあ、今ですから電子メールとかの交流もありますけどもやはり顔を合わせて交流ができるというのはす晴らしいメリットだと思いますこの締結をきっかけに両校の友好がさらに深まっていくことでしょう。